2014年5月末、新緑の季節を迎え、伊豆半島は南端に位置する温泉熱を利用した熱帯植物園を訪れていた。今回はどんなテンションでバトルに挑むというのか。わお、わお、わお。さあさあ皆さん、こちらはですね、南伊豆でございます。南伊豆ね、綺麗な熱帯魚、あ、熱帯魚じゃございません、熱帯植物がたくさんいますね。まあこれにはブーゲンビリア、これよくあの沖縄のね、垣根に使われておりますけどね、この綺麗なこう青くなっているところはですね、これ萼でございまして、これがあの実はちっちゃなあの花ね、これが花でございます、実はですね、ほんの、3週間ほど前にですね、実は来るはずだった。ただちょっとね、天候が良くないということで、どうしても僕は釣りたい魚がいる、その天候が悪いとちょっとダメなんで、いい時を狙って今回来た。まあしかし今一の天気ということで、まだね取れるかどうかは分かりませんが、ちょっとその魚を狙ってみたいと思っております。しかもですね、狙うからにはやはりでかいやつ、自分の自己記録を抜いてみたいななんて思ってるんですけどね、今年はまだそんな大きいのは釣れてないそうです。当然僕が釣りますね。えということで、これからですね、荒波の中どんぶらこと行ってみたいんです。こんなになりながらですね、釣りをするという、ね、行っちゃいますね。えそう、あの伊藤くん、いやいやいや佐藤くん、いやいやいや鈴木くんです。ということでですね、これから早速行ってみたいと思います。釣れるかな。静岡県東部、温暖な気候の伊豆半島南端は太平洋の大海原を三方に望む風光明媚な景観地が広がる。そんな駿河湾側に面した小倉から出船、得意まれなボートゲームを満喫しようではないか。いやー、朝でございますよ。いつもの朝がやってまいりました。まあ昼間からやるってこともあるんですけどね、まあ、今回は、このようなタックル、7フィート半、ね、2752ってやつと、8フィート31、ね、2832、2833っていう、ちょっと、どっちかっていうとシャケなベイビーみたいなのをこう釣るのにも向いてる、トラウト、やるのにもちょうど向いてる、さらにあのそうですね、あれ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 、ビッカビカの銀ピカのサクラマス、ね、あれ釣るのにも向いてるやつを何に使うか、シーバスです。で、今回は伊豆の最先端、シーバスをボートで釣る、まあまあボートシーバスでございます。あいにく天気的にはですね、ちょっと良くない。まあとりあえず今回初のですね、ちょっとね、平シーバスね、平鈴木というのをですね、ちょっとボートからやる、まあ有名な船でございますけどね、僕は乗っかった時はないんで、まあ、とりあえず今回初めてなんで、ちょちょいのちょいっとこうちょっとやってきて、で次回に釣れます。あ、今回は釣れないかもしれないで、最近夜明けの村大事でございますけど、まあそんなこんな喋ってると番組がねどんどん短くなっちゃいますんで、ということでそろそろ行ってみたいと思います。このゲームで身を委ねるのは南伊豆で名を馳せるチャーターガイド船の鳥羽丸。今回の平鈴木はもちろん、一つ天やティップラン、春限定だが青物のトップゲームでも出船しているやり手の船だ。南伊豆特有の海岸美はある種全てがポイントとなる。曇天の空の下、荒波から平鈴木を誘い出せ。静岡県東部、魅惑の伊豆半島南端でのボート平鈴木ゲーム、さあ勝負の時。ちょっと根がですね、沈み出でこう潮が引くとこう出てくる、うわーでもいい感じのこう白っぽくこう濁ってて、いつ何時ゴンと来てもおかしくないですね。来た来た、フィッシュ
あ、見えた魚が食うところ。売れ際。あーちょ今のはバラさないようにしたんだけどバレた。今のはバラさないようにした。エラーライ一発にて撃沈。しかしやはりバレる魚は面白い。ここからついにマジモードへとシフトチェンジ。本格的に天気が崩れてくる前にまずは一匹確実に決めておきたいところだ。あーやばい。おっ、よし食った。食ったけどこれ小さいぞ。いやそうでもない、途中から来始めた。あでかいでかいちょっと、あーやばいやばいやばい、そっちねだって、ねえねえねだって。いやー態度で示してくれましたね。スリムです。よし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 。うー、ひらしいバスです。ひらしいひらしい。おー、いい引きでございますね。えこれだって八三に結構曲がってます。これうらうらうら突っ込んでくるし、いい感じだいい感じ。またさらに突っ込んでいく、ね、えドラグ元気元気に出てきます。やっぱマルシーバスとはちょっと違います。青いね、あのワールドシャウラがあったんですけど、今回今赤のね。でこれは RS って言って前のは R だったんですが、まあその昔あのね RS7 班っていうのがあって、全然違いますね。要するにレギュラーテーパーなんですけど、若干こうスロー気味、さらに粘り強さをこう増したっていう。そしてシーバスちゃん上がってきませんね。一瞬バッとこうジャンプしたんですが、それっきり潜っております。ちょっと僕がフォアグリップを持っております。フォアグリップというのはこの前ですね。もう結局こう疲れてくるとここ持つのよ、ね。こっちはねラインガン、これ16ポンドでございます。おー引くな引くな。ごめん、一言言わせていただきますよ。皆さん楽しい楽しい。おー上がってきた上がってきた。ちょ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 、ボートの下に、ボートの下に行こうとしております。こういう時竿の長さがあるとですね、あの船の下で結局こう船底でこう切られたりなんかするんですが、長さがあるとある程度かわせたりなんかするんですよ。あー大きいね大きいね。すでにフロントフックが外れている。これは丁寧にランディングしなければ。はい、ありがとうございます。大きなやつです。いやーおい来たね。よっしゃよっしゃよっしゃ。いやいい感じありませんか。よかったね僕に釣られて。よいしょ。お危ないねこれね、もう口のフック外れてるね。目測だがこれはちょっとナイスサイズすぎるんじゃないか。ちなみに今年に入ってからのこのトバマルの記録は75センチだと聞いたが、これはもしやもしやではないのか。
こんなん出ましたんけんど、ヒラシイバスです。ヒラシイバスです。ねえ、ビューティフル。目大きいでしょ。ねえ、普通のシーバスとはね、全然大きさが違うのよ。これ、目の大きさが。ああ。ここにここ鱗みたいなね。ちょっと待って、僕がここに座るね。はい。よし、やれほら、太鼓があるでしょ、だからかっこいいのよ、ね、はい、いくつですか、5キロぐらいかな、5キロちゃい、5.5 キロ、5キロ、5キロ、5キロはい、ほら口を閉じて、口閉じて、79、船長から拍手をいただいております。79です。よっしゃー、802もうちょい、でも今年最高。いやー、いいんじゃないでしょうか。グッサイズですよ、グッサイズ。いやー、ウェピー、ウェピー。魚見ました、どうしよう。重たい。よし。よし。チャートずっと使ってたんで、ちょっと使ってたんですけどね、チャートはなんか今日は不発っぽいなと思いまして、今日はイワシです。なんでっていうとね、潮がなんとなくこう澄んでるように見えるね。フックは強化バージョンに変えます。市販品よりちょっと強めが入っています。よし、よかったね、僕に釣られて。そんなさらしが出てないんですよ。風も本当は今日すごく強い風が吹くみたいなこと言ってたんですが、風もそんな強くないんだ。だからかろうじてのさらし。だからこう波が来るのを待って投げるみたいな、そんな感じ。ね。いやー、やるやるとは聞いてたけど、やっぱりやるもんだね。いやー、よしよし、ウルピー。ルピー、ちょっとベタベタなんでるか。はい、よしよし、いい感じじゃないですか、ね、もう一匹ぐらいなんとかなるかな。もう一匹ね。よし、じゃあ次の場所に向かってみたいと思います。今回はまだ使ってないんですけども、魚がこうどうしてもこう上まで浮いてこない、そういう時にはこいつにちょっとダイビング系を入れます。シーバスの世界ではそんなに潜るルアーをこう使わないんですけども、ボートシーバスは別です。その時の杭の感じによってルアー変えてきます。ほんの50センチ、もう50センチ潜っただけで出る出ないっていうのが変わってきたりなんかすることが多いからですね。うわー、今触ったね。もう一回。来たか、フィッシュです。ここに来てバイト連発。あ、これはベイビーです。ベイビーです。ベイビーだからバレちゃいます、きっと。ほら、あれ？ベイビーどころか、イサキです。イサキです。見てください、これ。
イサキが釣れたということは幸先がいいということになるんではないでしょうか。でかいイサキです。あの島も何もなくなっております。君こんな大きいお魚食べれないんじゃないの普通は。ねえ、これミノーで初めてイサキ釣ったミノーで初めて釣りました、イサキくん。ねえ、こんなんですよ。もうだって君入ってがないだろこれ、そのお口の中で。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。